しても。だってあれなのよ。あの、でもそうですよね。違う、そうじゃない。各木で、各木で、自分がどこの木にいるかっていうことが、うん、自分のがどこにいることいる、どこに木にいるかっていうのは分かんないんですよ。はい、あの要するにずっと繰り返しやって、何番のラウンドなんとかっていうところにいますよっていうことをやんないから。だから要するに複雑な議論ってのはできないはずなの。頭の中にないはずなの。それはティップコータットぐらいまでしかできないっていう過程のもとで。実際、あの、検定してるのは、その、マルコフのレベルで検定してるから、うん、確かにその通りなんだけど、だから3期、4期っていう、いう経験に関して、独立、そこまで入れて、インディペンデントっていうことはやってません。それはもうデータの問題でできない。いや、だから、ね、やっぱりインダクティブゲームとどこまでつな、IC 均衡のこの結果っていうのは繋がってるかっていうのは、ちょっと見えない。感じがするですよ。要するにインダクティブコンストラクションっていう話が一方であって、うん、あとはもう一つビヘイビュラルには IC 均衡が出てくるっていう話があるわけですよね。出てくるっていうか出てくる可能性がある。うん、だからそのつながりが見えなくて、例えば平和をね、こう見せちゃって最初から全部与えてしまってこのゲームをやらせて IC 均衡が出てくるかどうか。っていう実験は当然できますよね。できるけど、それは、だけど、うん、そうするとインダクティブゲームセオリーを否定するみたいなもんだ。いえいえ、あの、メインでやりたいのは見えない方なんだけど、対象実験として両方やっておいて、結果が違った時に、これが、その手よく見えないことに起因する原因だった。そこが特定できる。そう。だけど、それをやったら、それこそ、それをやる。いや、だから、なんかこう話を聞いてると、うん、対象実験がない感じ。対象実験だってこの、ゲームが3つをやって、うん、ゲームを3つやって、対象実験っていうのはですね、クラシカルゲームセオリーと、どういうふうに、うん、比較するんですかって、そういう、例えば。どういう情報を持ってるかっていうことは、コントロールしてないわけです。この場合ですよ。全部同じ、情報構造全部同じなんですよ。6つある。でも。6つのゲームで全部、うん、で各トリートメントについて持ってる情報数で違う場合の実験をやったら、その場合2つを2つにするってことは、ロールスイッチングがあるかないかっていうのは入ってる。はい。そこは入ってる。そこは入ってる。それは入ってる。まあ、例えば片方のプレイヤーは常に、最初から行くとき見えちゃうけど、もう片方は見えないっていう。待てよ。だそうすると、大事な研究の部分を全部否定することになっちゃう。違う。大事な部分を汲み取るために、そう、大事な部分を汲み取るために対象実験が必要だって言ってるんです。クラシカルゲームセオリーは、もう、さっき最初に表に書いたように、要するに、アプリよりなノレッジを仮定数して、特に、なんだっけ、その、リピーティブゲームっていうのは、もう意味ないわけよ。そんなのどうして対象しなきゃいけないのかって、ずっと全部その自分の土俵に持ち込むかっていうのは、非常に熱いと思うんだけどね。それ自分の土俵に持ち込んでるのは金子さんじゃないですか。どうしてですか、だって、インダクティブゲームセオリー、クラシカルゲームセオリーを否定して、だからそっちの実験も必要ないから、インダクティブゲームセオリーの実験だけすればいいって言ってるの、金子さんでしょ。だから、ここでそれやってんの。うん、だから。それは金子さんだ。だからそうじゃなくて、両方に比較対象して、うん、インダクティブゲームセオリーが優れてるってことを示すのも一つの方じゃないかっていうのは。ビヘイビアは、ビヘイビア、それをやると、クラシカルゲームセオリーで、ちゃんとスペシフィケーションできますできますよ。だって、これ全部見せて、ネオを見せて、うん、全く同じゲームすればいいんです。で、コモンノレッジっていうのは、それから、あれは、ラショナリティはどうするの、それは、だから、それは、経済学実験全部付き物じゃないですか。だから、付き物だから、それは問題だから。だから、パーフェクトラショナリティは、うん、その、今いる被験者以上のラショナリティは、できません。だから、限界があります。クラシカルゲーム制御は、でも、そういうことやってるわけよ。基本的には。そうなっちゃってる。そういう構造になっちゃってるよ。うん、だけど、それは、同じ話は、じゃあ、インダクティブゲーム制御に当てはまりませんか。当てはまんないよ。私、それを、少しずつやってんだ。ラショナリティについて。ロジックのインファレンスのアビリティを限定するって話を、論文
は完成してないんだけど、少しずつそういう反対方向からやっているんで。これ、よくわかんないです。でも、松さん言おうとしても、こういう、インダクションやって、そういうゲームのスワクションを分かっちゃったら、本当には、もともとクラスターゲームも同じ、スワクションするはずじゃないかと思って、そういうことですか？それも一つ。ただ、ちょっと突飛な話かもしれないけど、この全然